いうことです。はい。続いてなんですが、3月の18日なんですけど、えー、弊社がやっていますネットメス研究会の方で、えー、メタバースというテーマで講演する予定になっているんですけど、これちょっとどんな内容かということで、少し見せれる範囲があればお見せしたいなと思っているんですけど、 あの、まあね、去年からすごくキーワードを上がっているメタバースっていう言葉なんだけど、これについてですね、その、いわゆる VR とか、その、いわゆるこのオキ l ラスとかですね、あとは 3D とか、えー、そういう360度カメラとか、まあ、そういうですね、えー、新しいことについての話と、あとはですね、メタバースで配信していくときに、どうしても配信機材の話とか、 配信ソフトの話とかも必要なので、その辺のこともですね、お話しできればいいなっていうふうに思っています。ということで、ちょっとせっかくなので少しお見せしたいなと思うんですが、はい、出ますでしょうかね。よいしょ。こんな感じでちょっと出してみたいと思いますが、出ますでしょうかね。はい、こんな感じですね。ちょっとちっちゃい。はい、出してみたいと思うんですけど、よいしょ。こんな感じかな。 はいえー、と3月18日ですで。これはですね、残念ながらですね、弊社がやっていますセミナー会員、YouTube メンバーシップのセミナー会員以上の方、なので、セミナー会員の方とスカイプ会員の方になりますが、 え、YouTube メンバーシップの上級クラスって書いてますけど、セミナー会員以上ですね。セミナー会員と、えっ、ー、と、スカイプ会員の方が聞けますよということで、まあ、VTuber の話、VTuber をもう簡単にね、誰でもできるようになったと話と、3D モデルの話。 そして音声合成技術の話なんかもしたいなと思っていますし、そしてメタバースから今後を考えるみたいな話もしたいなっていうふうに思っています。これがね、予定されています。ではまたちょっと戻りましてですね、続きを行きたいと思うんですが、はい、3月の23日。